福にチャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ワインも結構好きですよ。案内人の M です。ということで、案内人の休日、山梨旅行編、デイ2です。今日は中日ということで、まあ一番メインになる日なんですけれど、まあまず皆様ご覧いただきて、わかります通り、後ろ、はい、バッキバキに富士山が見えております。最高のタイミングで来ることができました。今日はですね、今私がおります、山梨県は山中湖、ここからですね、あの富士五湖近辺をうろちょろしていろいろ見てこようかなと思っている次第でございます。こちらですね、燃費の方ちょっとご報告をさせてください。おおむね昨日一日の走行距離です、宿泊した場所は本当にこのすぐ近くでしたので、昨日はですね、福島市を出ましていろいろ走ったんですけれど、トータルで 476.7 キロ走行、平均燃費がギッター 15.6 キロ、そしてですね、走行時間、これ渋滞の間とかも全部含めての、車の中で動いていた時間ですね、これが10時間8分、約10時間の工程となっておりました。結構大変でしたね。その間ですね、私がずっと運転をしておりました。運転の交代しないでですね、ずっとこのセルナで移動し続けることができまして、これはやっぱり1日目の動画でたくさんお伝えしてました通り、プロパイロット、そしてプロパイロット 2.0 のおかげで高速道路の移動が本当にノーストレスでした。座ってりゃつくぐらいの感覚でここの山梨まで来ることができましたので、まあ、これがなかったら正直結構しんどかったろうなと思います。まあ、プロパイロット 1.0 でもですね、ステアリング握ってればいいだけなので、感覚的には大体一緒じゃないかなと思ってるんですけれど、なんかやっぱり2.0、ステアリングから手を離した方がより楽なんですよね。当たり前といえば当たり前だけど、ちょっと不思議だなっても思います。はい、ということで今日デイ2はひたすらに私遊んでいくだけなんですけれども、その様子もですね、ちょこちょこ皆様に見ていただきたいなと思います。福にチャージ YouTube チャンネル、案内人の休日山梨旅行編デイ2、それでは行ってみましょう。本日最初のスポットはこちらでございます。新屋山神社です。金運のパワースポットらしいので、はい、ちょっとリクエストがあったので来ました。はい、行ってみます。すごい鳥居がいっぱいある。はい、道の駅富士吉田にやってきました。でも狙いの一つはこっちにあるモンベルのお店です。ゆるキャンの聖地にもなっているモンベルです。はい、入っていきましょう。着いた。